大切な友達か。考慮しておこう。失礼。ここが私の部屋なの。してんの？もっと普通にしなよ。タイムマシンに乗れたらいつに行く？過去？それとも未来？そう？未来なんてこれから行けるとこじゃん。私なら絶対過去だな。君、どうせあれでしょう。あのビデオの主人公と同じね。ギャンブルの結果を先取りして大儲けとか、そういう夢のないこと考えてるんでしょう。あの主人公みたいに自分の将来の花嫁を見に行こうっての？もし花嫁が私じゃなかったら悲しい？ほらほら、未来のことなんて知らない方が楽しいよ。やっぱり過去がいいよ。私、小さい正吾に会いたいな。それでよーく言って聞かせちゃう。大人になっても今を忘れないでって。もっとリラックスしなよ。なんだか今の正吾、小動物みたいになってるよ。
めちゃくちゃ可愛いんだ。ほら、これだよ。そう、ダルメシアン。ショーゴ知ってるんだ。男の人って犬の犬種なんて興味ないと思ってたね。意外ね、可愛いでしょ。あたしがすごく小さい時、子供の頃飼ってた思い出の犬なの。何？ジョーク？うん。何？何のこと？違う。知らない。知らないよ。そんなこと知らないよ。本当に知らないの。元気にやってる？ちゃんとご飯食べてるの？そう、今日ね、懐かしい人に会ったよ。なるみさん、覚えてる？ほら、なるみさんって、いさこちゃんのお父さん。
翔吾、あなた伊佐子ちゃんのこと覚えてないの？なるみさんちの伊佐子ちゃんよ。伊佐子ちゃんと結婚するんだっていつも言ってたよね。だから伊佐子ちゃん、なに？そうよ、一人娘だったけど姉妹が増えたはずよ。なるみさんの再婚で伊佐子ちゃんが引っ越した時はそりゃもう大変だ。すぐそこなのにオーバーだったよね。ビービー鳴らして、なるみさんの車を自転車に追いかけて。覚えてないの？おたまじゃくしの音？おたまじゃくしって鳴くの？生まれる時に鳴くの？しないよね。おたまじゃくし？足が生えるときに音が？翔ちゃんが聞いたって。そう。嘘だよね。音なんてしないよね。しないよね、お母さん。始まりの音ね。え？翔ちゃんには聞こえたの。ね？
よね。そうなんだ。じゃあ私も聞きたいな。新しく始まる音、一緒に聞こうね。ナマステ、ショーゴ。何があったんだよ、ショーゴ。ただいま私、悩んでます。なんて顔に書いて。すげえどす暗い感じだぞ。平行四辺形の面積の求め方か。それだったら何も考えずにただ底辺と高さを掛け合わせるんだよ。いやなーに、よく言われるよ。そういう科学君をいちいちこの程度のことでお礼するんだから、律儀な人だね。ま、その気持ちもちろんいただくよ。正午につけといて。うちの店のものはどれもうまいよ。じゃあ一番高いやつ正午につけといて。はいよ。正午、靴を投げてよこすとは何事だよ。店長、今のオーダーの方は水に流さないように。